お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライドを極める企画18日目やっていきたいと思います。でね、もう今の目標は世界一いくことですので、まあ、世界一に向けてやっていこうかな。あと200ぐらいかな、200-300ぐらいかな。そう、そんな離れてないと思いますので、ちょっとマルチね鬼上げていきたいと思います。さあよろしく。でね、シーズン序盤はね、なんかいつにも増してね、さっきエリゴレとかゴレとかエリエジャイとか大型がね超パーティーしてんなと思ったんですよ。だからちょっと何回かねロケット型っていうのも試してみました。このバルキリーがナイトで、クエイクがねロケット、だから前シーズンマルチのね上位の方々がそうロケット型を使ってたので、ちょっとロケット型のクエイクオグもワンチャンね動画化できたらいいかなとかも思いつつ、さあ今回の相手はネクロとダークプリンス、ジャイか、なかなかジャイっぽい気もするが、あれ後ろバルキリーでね、あーこのインドラがインドラうまいっすね。俺のこのバルキリーを読んでいたかのような。さあこれインドラがね自分のターゲット取ってほしかったな、タワーが。でジャイスキラかな、多分ジャイスキラだと思いますね。でこれはもうクエイクと、よし、いやー、いい体すぎる。これ、ウッドは、ウッドいらんかったなー、絶対いらんかったなー、間違いなくいらんかったなー。まあまあ、でもこれはね、このスキラに対してはマジロケだったら逆に勝てないよねって話なんですよ。やっぱクエイクだからこそ勝てる相手、ロケットだからこそ勝てる相手っていうのがあるんですけど、まあそこはもうほんと好みになってくるのかな。ちょっとクエイクはね、スキラに対して、このジャイスキラに対して戦えるのがでけえ。普通のスキルだったらね、ロケット削りとかできるから逆にロケの方がいいまでありそうだけど。まあ、ダックプリ、ジャイダクネネクロか。まあ、一旦おとなしく防衛から入りましょうか。もう右だけでいいと思うけどな、攻めるの。あとスケルトン部隊とか多分いると思うので、変にホグ飛ばしても攻めウッドとかないと美味しくいかれそう。で、早くバルキリー欲しいんだよな、俺。バルキリーが、いや、バルキリーいらんな。まさかの。さあクエイクと遅れてウッドで、いやタギが、オッケーオッケー、いや耐えてる耐えてる。もうホグ飛ばしてこうスケルトン部隊行くのかな、フルスじゃね。いやそうなんですよね、クエイクウッド使ったんでね、しょうがないんですよね本当に。さっき言ったんだけどな俺さあちょっとだけね回しながらどうしようかな、怖いよなこれ。ホグ攻めたいけどタイミングめっちゃ大事な気がする。まあ、守った瞬間ぐらいに切れていい。あ、これでも美味しいよ。結構美味しいよ。ファイボー。いや、外れてる。いや、激アツ。来た。これだって行くしかない。これで行かないのはさすがにバカ。で、この攻め打ったらいらないでしょ。どうせ、ダックプリとかやね。よしよしよし。今、矢舐め使ったよね。矢舐め使ったから、もう一周ロケットをしすぐ回して、なんならスケールでね、このジャイオンも溶かしてあげる。で、クエイク防衛で、まあ、ユニットいっぱいちょっと残ってるところで、ホグでターゲット捉えてるのは死なん、インドラやめて、焼くな焼くな焼くな、一発、よしよしよし。でこのロケット押しがヤナメとかでやられたらなんかねユニットもう一回ロケット砲出そう。でこれも一定がホグ一発入ればいいんやで、ホグ一発これ絶対入るやろ。これ入らないことある、ファイボと一発入るよな。でロケット押しがたまたま、やばいやばい待って待って、やばい、オーケー、危ない危ない危ないですね。まあでもクエイクだからできたことって感じで、まあクエイクオグはいいですね。結局何にでも勝てる可能性があるっていうのがね。さあ7000到達ですけど、やっぱシーズン序盤潜ってる人少ないですね。だって順位全然そんなまだ2桁とか、まだ入るか入らないかのとこなのに。予想間違い4分とかですからね。これはね、マジ長すぎますね。ちょっと、よろしく。わ、この人さっき当たったな。エレジャイとかだった気がするんだよな。なんかロケット型のホグを使ってる時に当たった気がする。さあ、ファイスプ削り。エレジャイだよな。どっからどう見てもエレジャイだよな。エレジャイかラバか。スケラ？さだ、ジャイスケラあなた。あなたはもしかしてジャイスケラですか？ジャイスケラ流行りタイム来てるよな、これもしかして。さあ、ホグでターゲット取って。いや、ロケを生きたら熱かったな。マジで。さ、ジャイスキラ2連チャンっていう緊急事態。そんなことある。しかもレアだよね。まあ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 。嫌ですけどね。あの、ジャイスキラ結構安っすよ。普通に負けれるけどさっき勝ったな。
さあ、まあ、ジャリープラススケルトンラッシュ打たれるだけきついよねっていう話で、そこをクエイクウッドとスケでできるだけ耐えたいって感じか。マジか。ジャイスキャラ2連チャンはあんまないよな。いやー、ちょっとめんどくさいよね。さあ、後ろから。こちょっとウッドで。カードマン人。さあ、こっからですよ、問題は。俺のこのテスラが壊れそうなのがちょっとやだな。ジャイを溶かしてくれればいいんだけど。お、逆サイド。ちょっと待って待って。読めねえ、読めねえ。動きが読めない、君の。で、結局そっち来るね。さあ、クエイク。ウッドで、オッケーオッケー。いや、もうクエイクと強すぎん？やばいよね。こんな守れんのっていうぐらい守れるから。よしよし。で、スケルトン部隊とダークプリか。ファイスピでいじめようぜ。ファイスピで。あ、で、なんか、ジャイインド組まなくなってきましたね。この人あれなのかな？両サイ行きたいみたいな。単体インドでプレッシャーかけたいみたいな。ワンチャン外れるんじゃね？あ、そんな外れねえか、さすがに。さあ。いやー、いいよ。で、テスラ立てる。で、あとはクエイクウッドで耐えるだけっていう。まあ、耐えれるかどうかは際どいとこなんですよね。さあ、ロケ砲。ロケ砲できるだけいっぱい出してあげたいね。この子強いんで。で、さあ、クエイク。で、裏にはしっかりバルキリー当ててあげて、ジャイが溶けてないと、結構ダメージ痛いんだね、これ。後ろのカバー。で、このジャイが痛いね。スケルトンラッシュというか、このジャイが痛いね。さっきから。で、さ、ロケ砲と、インドラが来るか、スキアミが来るか、インドラ。さ、テスラ置いて。いや、これは美味しい。全然いい。全然いい。美味しい、美味しい、美味しい。やるよ。で、こっちサイドはなんなら俺ダメージあんま受けてないサイドだから、ありがたいんですよね。来てくれるの。ハイスピぐらい出しとかないと、なんか結構痛いかな。やって、横からテスラがナイス。ホグ飛ばしてあげて、一応、いや、スケート部隊使っとったな。おバカ、俺。いや、でも相手ファイブを使ってくれるのありがたくて、これ攻めロケ砲すればよかったっすね。どうせ、大した活躍しないでしょ、ロケ砲。いや、ダメで。さあ、これテスラ置いちゃおう。テスラ置いてあげて。テスラゲーしようぜ、テスラゲー。オッケー、テスラゲー。ですけど、いや、いい、うっと。やべえ、待って、つけよう、わあ、やめてくれよ、痛い、インドラ。マジ、インドラはね、ほんと最近ぶっ壊れたから、一番抱えてる。さあ、クエイク打ってあげて、もうこういうの大事だからな、ほんとに。しっかり守る。で、一発入るから、勝手に。で、テスラがナイス。あれはね、スペルの計算がちょっとむずいぞ。どういう計算したらいけるかな、あれ。よし。ウッドは使ってよさそうだな。で、クエイクとスケでしっかり守ろう。で、このダクプリ別にダメージ受けていいんですけど、いや、受けちゃったな。さあ、ウッド2周、クエイク1周っすね、あれ。ウッド2周、クエイク1周。まあ、ホグで多分ゴリっていい気もする。ぶっちゃけ。ホグでゴリって防衛させて、その間にウッドを回して、で、もうこれでウッドで終わりですね。なんならホグ入ってくってゲームと。いやもうジャイスキャラーやめてーって。めっちゃやってんじゃん。ね、びっくりっすよ、ほんとに。おい、77いい。さあ、よろしく。え、めっちゃ取る高い、この人。多分今、グロー。世界多分ね、ほんと3位とか2位とか。いや、じゃあ7人いってたのか。ごめん、なんでもない。まあでも結構順位高そうですね。いや、来た。ドリル勝ちたいね。ドリルを倒すためだけにファイスピンしてるからね、これ俺。さあ、テスラ。いや、なんでクエイクねんや、このタイミングで。撃っちゃおう。取れなければ、ある程度は、入ってくれ！いい罰も入らんのかい！もうこれでドリル来るだけ苦しいけどね、正直。オッケー。さあ、ダクプリテスラ。今のクエイクがもうワンテンポ早く手札に回ってれば、めっちゃ熱かったっすね。多分、ホグ2、3発ぐらいは殴ってた気がする。まあ、基本的に前、基本的にはね、そういうこともあるわ。いや、痛い、ゴブリンやりすぎ。先置きテスラしてくんねえかな。さっきみたいにしてくれると、熱い。
テスラを壊してくれると、あ、もうめっちゃ相手やね。本気の延命っすね。本気の延命が来たので、空翼で削っていきます。そこのテスラはね、当たんないんですよね。タワーとテスラに空翼が。さあ、バルキリー基本的にでも前に出していきたいな。後ろ系は後からカバーできるんでね。相手もドリル飛ばしたいみたいな顔してるよね。ヤナメだ。これさ、テスラ回ったのかな。俺回ってない読み。いや、余裕で回ってるね。いや、しかもめっちゃいい防衛じゃね。いや、でもロキョウが、いや、ナイス。いや、でかい。ロキョウのダメージ結構できるからな。で、僕は逆に今バルキリー使ったから結構やばくて、相手は普通にドリル来て、僕はそれはまあファイスピと、あー、なるほどね。ヤナメか。この攻めヤナメ嫌だね。これテスラ回ってないでしょ。いや、回ってるんだな。俺の、俺今日ダメだな。回ってないでしょ。全部回ってんだけど。端前のボンバーとかも嫌なんですよね、マジ。このファイスピとか。さあ、バルキリーで、全部いい感じに。さあ、ヤナメのダメージ痛いね、これ。ワンチャンファイボンノックバックるよな。オッケーオッケー。で、テスラちょっと置いときます。暇なんで。暇の時テスラ置いとってください、マジ。削りたい。ロキ砲で削りたい。で、こうすると相手低めにしか置けねえから、これで。よいしょ。俺がこの攻めたいタイミングでちょっとテスラ置いてくるのも嫌だな。嫌だもん。ダメージめっちゃ勝ってる。ロキ砲、ロキ砲もう一発いける、これ。あ、熱い熱い熱い。マジで熱い。スケぐらいで延命してきてね。あ、一回ちょっと。で、ここでホグ。いや、もう完璧。いや、完璧。いや、ああーほぐー、マジで最悪。マジでバカ、嫌い。今のさ、今完璧なタイミングのほぐでしたよ。いくくらいですか？完璧すぎたんですよ。僕が完璧すぎたけど、バカだった。ただのほぐが。いや、マジで完璧すぎたんだけどな、ほぐ飛ばすタイミング。えぐいっすよ。相手のセミファイブとかぶってたから、絶対コストなかったんですよ。絶対す、言い切れます。燃えるよ、それ。え、多分この辺にね、テスラ来る読み。ああ。今日テスラ読み、一個も当たらんすね。本当にごめんなさい。ここまで当たらん日はなかなかねえぞ。さあ、削っていこう。で、テスラ置いとけば、まあ基本的に事故はない。いや、でも事故ってる、事故ってる、事故ってる、事故ってる。ボンバやばい。さあ、これ、クエイク2周回すか、ホグ飛ばすか悩むな。ホグ多分飛ばさない方がいいっす。飛ばした方が逆にピンチになる説がある。よし。あぶね。オーケー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 。まあ、勝てたらでかいね。まあ、ゴブドリ用にファイスピンしてますから、勝ちた。41! 美味しすぎる。さあ、46位ですね。007。よろしく。初手ホグいきます。ファイスピン、ドリルかな。テスラ、ミラーもワンチャンあるけど、普通に考えたら、まあ、高回転のゴブドリ、さっきと同じようなデッキの可能性がまあ高い気はする。わかんない。テスラ一応準備。いや、ウッド？いや、ウッドだと、ホグ率高くなってくるな。ミラー説あるよ、これ、普通に。いや、ドリルでしたね、全然。これマジね、このボンバーエグいんだよな。本当にエグい。まあ、このロケはしゃーなしっすね。で、今テスラ裂いたよな、相手。これめっちゃ熱くね？動作いったら終わる施設あるんだけど。ああ、回る。あれー、なんか俺今日、マジで当たんね。考えて、考えていこうぜ。すっげえ。読み打ったとかちょっと怖いけど。ファイスピ削り。このファイスピだって270ぐらいあるんですよ。えぐくないですか？暇なんでテスラ置いちゃいますね。これ相手端前ボンバーとか全部ね、やりにくいよ。あ、ボンバー美味しい。これホグですね、もう。完璧。完璧。完璧すぎる。おい。いや、もうちょっと待ってもよかったかもしれんな。クエイク打ってるコストだけ貯めてからホグでもよかったかもしれないですね。非常に。間違いなくそうでしたね。さあ、ミリ残りテスラいるけど、どうしようかな。まあ、ロケほど削っていきます。まあ、生きてほしいけど、生きられるとね、キング起動しちゃうんですよ、この子。まあ、だから、まあ、死んだら死んだで、いいよねっていう話。
で、今一応スケがあるからな、相手。多分これスケで踏まれるだけなんですけど。まあまあ、1コースだし。1コースだし。ホグ一旦飛ばして。あ、ボンバーに滝が。ボンバーに滝が行けばいいんだけどな。いや、いて。マジでこれいて。いてよ。いてよ。いてんだよ。これ、神ホグな気がする。いや、いい。いいよ、いいよ、いいよ。いや、めっちゃめっちゃいい。で、クエクでちょっと削ってきます。こういうとこでね。で、ボンバーもさよならしてね。いや、めっちゃいいやんけ。なんか知らんけど。さっきまでの。あ、待って、ファイスピ、延命ミスった、延命ミスった。それミス。始まりテスラ置いとけば、なんとかなる。マジ、相手の追加ボンバーできないの、マジでかいからな。あ、でも、うん、もっと相打ちしてる。美味しくね？これ、バルキー大丈夫やろ、君。いや、美味しくね？これだって。相手テスラね。はい、来ました。もう相手もグッドゲームって言ってますね。オッケーオッケーオッケー。さあ、クエイクッドでボンバーも破壊しつつ、ホグがぶっ刺さる。うまい一発ぜーい。いやー、エグすぎ。そう考えると、クエイクホグもチンパン。考えようによっては何のデッキでもチンパンになれる。いや、でもホグ飛ばしてクエイクってるだけだもんな。よいしょ。もうホグ飛ばさなくてもいいよね。クエイク当たんねえな、さっきから。これでも一発入りますね。あー、あー、ウッドいいね。サファー SP。もう打っとけんな。端前ロケ砲とかでもね、イチャイチャして。このロケ砲で勝ったらすごいけどな。ああ、さすがに。オーケー！ ジジー！ いや、いいですね。マジで。まあ、序盤だからね。さあ、71で33。77に33。なんかいいですね。なんかいいことあんのか俺。はい。というわけで、まあ、クエクオグでね、ちょっと今季世界一行きたいなと、まあ、早めの段階でね、ちょっと行っちゃいたいなというわけで、まあ、ほんと、あともう少しなので、ほんと世界一行けるかどうかね、皆さんもお楽しみに、僕もね、行けるように頑張ります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。